主要国首脳会議。主要国首脳会議もしくは先進国首脳会議は、国際的な首脳会議の一つ。G7、G7、グループオブセブンの略、主要、先進7カ国首脳会議、サミット、首脳の地位を山頂になぞらえたものとも言う。ロシアが参加していた頃は、G8、G8、主要8カ国首脳会議などと呼ばれていた。2014年以降、 ロシアは参加資格を停止され、再び G7、先進国首脳会議と称されている。1998年から2013年まで、主要国首脳会議で中心となるのは、以下に示す8つの主要国であった。上記の8カ国の政府の長および欧州連合の、欧州理事会議長と欧州委員会委員長が、年1回集まり、国際的な経済、 政治的課題について討議する会議である、その他の国の首脳や国際機関の代表も例外に出席。また、合わせて、数多くの株会議や政策検討も行われる。しかし、2014年以降、ロシアは参加停止中、口述。発足時の名称は、先進国首脳会議、冷戦下の1973年のオイルショックと、それに続く、 世界不況に起源を持つ。これらのトラブルによって、アメリカで西側諸国、ヨーロッパ諸国、アメリカ、日本の財務大臣級、アメリカは財務長官、当時の日本は大倉大臣が集まり、経済的課題を討議する会議、ライブラリーグループがまず生まれた。1975年に、フランス大統領、バレリー・ジスカールデスタンは、ライブラリーグループメンバーに、 西ドイツを加えた工業化された四つの主要民主主義国の首脳をフランスのランブイエに招待、フランスを含めて五カ国で初めての首脳会議を開催し、定期的に首脳会議を持つことを提案した。この時の出席者は主催国を交代しつつ、年に一回会議を持つことに合意した。こうして、いわゆる g ゴが生まれた。しかし、これを不服としたイタリアの首相が、 第一回会議に乗り込んできたため、イタリアを加え G6 となる。しかし、これでは欧州に偏るため、翌年のプエルトリコの首都サンフアンでのサミットで、アメリカのジェラルド・フォード大統領の要請により、カナダが参加したことにより G7 となる。冷戦の終結に続く1991年の G7 サミット終了後、旧東側諸国の名手で、かつては、 G7 諸国と対立していた、ソ連、現、ロシアとサミットの枠外で会合を行うようになった。ロシアは1994年のナポリ会合以降は、首脳会議の内政治討議に参加するようになり、1997年のデンバー会議以降は、世界経済、金融等の一部セッションを除き基本的にすべての日程に参加すことになった。 1998年のバーミンガム会議以降は、従来の G7 サミットに代わり、G8 サミットという呼称が用いられるようになった。さらに2003年のエビアンサミット以降、ロシアは、世界経済に関するセッションを含め完全にすべての日程に参加するようになった。一方ロシアは、経済力が大きくないなどの理由により、7カ国財務大臣、中央銀行総裁会議には、 完全参加していない。このため、現在では G7 といえばこの大臣級会議のことを指す。ロシアの参加には、米大統領ビル、クリントンの資産などもあった。これは、当時のロシア大統領、ボリスエリツィに、経済改革を進めさせ、また NATO の東への拡大に関して、中立を保つようにさせる目のクリントン大統領のジェスチャーだった。ロシアは加入当初は、 経済破綻で貧困状態であったために、先進国とは言いがたく、一人当たり、名目 GDP も1999年には1334ドルに、過ぎない発展途上国上であった。この頃から、名称を、先進国会議から、主要国会議に変更された。他方2005年2月18日、米上院議員、ジョーリー・バーマンとジョン・マケインが、ロシア大統領、 ウラジーミル・プーチンによって民主的、政治的自由が確保されるまでは G8 への参加を見合わせるようロシアに呼びかけるなどの動きもあった。当初においては様々な国際的な課題への強い影響力を有していたが、近年では新興諸国の経済的、政治的影響力の上昇に伴う相対的な影響力の低下とともに、境外化や単なるセレモニー化が指摘されている。 その一方で、国連総会などの外交官レベルの会議に比べ、主要各国の首脳会議であるサミットは決断力、実行力に、格段の優位性があるほか拒否権な制度的、問題点がなく、国連を補完する意味でも、一定の役割を果たしているという指摘もある。2014年3月25日に、オランダのハーグで開かれた、各セキュリティサミットと合わせ、 臨時の G7 サミットが開かれた。その議場において、ロシアのウクライナに対する軍事介入やクリミア半島、小悪度を非難した G7 の首脳陣は、2014年6月にロシア措置で行われる予定だった G8 サミットを中止し、会場をベルギーのブリュッセルに変更する決定をした。また同会議において、ロシアが態度を改め、G8 において意味ある議論を行う環境に、 戻るまで G8 への参加を停止するという内容のハーグ宣言を発表した。これにより事実上 G8 が停止され、冷戦当時の G7 へと戻った。G8 は国連や世界銀行のような機関とは異なり、国際横断的な管理部門を持たない。またメンバー国の間で毎年順番にグループの議長国が回り、新しい議長国は1月1日から担当が、 始まると考えられる。議長国は一連の大臣級会議を主催し、続いて、年の中頃に3日間の首脳によるサミットを行う。また、出席者の安全を確保するのも議長国の役割で、ある。大臣級会議は健康、法務、労働を担当する大臣が集まり、相互のまたは全地球的な問題について議論する。これらのうち最もよく知られたものは g a と、 外務大臣会合、G8 財務大臣会合などがある。1994年には G7 の講演の下で情報社会の実現に関する特別プログラムが設立された。2005年6月には G8 は幼児性愛者に関する国際的データベースを立ち上げることに同意され設置された。また G8 以外の国もこのデータベースに参加することができる。 また G8 は各国のプライバシーと保安に係る法律の範囲内でテロリズムに関するデータを集積することにも同意した。同時に G8 構成国及びブラジル、中国、インド、発展途上国で最大の地球温暖化ガスの排出国の国際科学アカデミーが気候変動に関する共同声明に署名した。この声明は気候変動についての科学的理解は 今や各国が即座に対応取るには十分に明らかになっており IPCC の統一見解を明示的に支持するということを強調している G8 で扱われる課題は議論のある国際的問題であるため G8 は非公式な世界政府であり何の関係もない第三世界にまで決定事項が強制されているという非難がアルテルモンディアリストによりはしばなされるちなみに G8 の決議、決定、宣言その他諸々は国際法上の根拠を何だ持たない仲間内での取り決めである。年1回のサミットはしばしば反グローバリゼーション活動の反対活動の的になる。特に2001年にジェノバで開かれた第27回サミットでは大規模なデモが行われるなど顕著だった。G8 参加国は 現在、地球規模で深刻な問題となっている、地球温暖化や発展途上国での貧困の原因となっていると非難があり、また主要国として問題解決に向けて対処すべきという非難もある。このように、G8 諸国が作り出していると非難されている問題について責任を取って戦う、要、G8 指導者へ様々な団体から圧力がかかっている。例えば、 ボブ・ゲルドフは2005年7月2日と7日にグローバルアウェアネスコンサートであるライブ8を組織し、G8 指導者にメイクポバティヒストリー、貧困を歴史と使用を奨励した。また組織関係者は G8 メンバー国に1992年のリオデジャネイロ地球サミットのアジェンダ21で概設された通り国家予算の0.7%を海外援助に回すよう提案した。 このコンサートは第31回 G8 サミットと同時になるように計画された。2005年7月7日、スコットランドでのサミットの初日に50人以上が命を落とし数百人が負傷したと言われるロンドン地下鉄及びロンドン2階建てバス同時多発爆破事件が起こった。この攻撃は直ちにヨーロッパ在住のアルカーイラ秘密グループによるジハードによるものとされた。 この攻撃は西側国家に対しアフガニスタン及びイラクでの軍事活動をした場合攻撃をウッドイスラム原理主義者によって犯行の予告が先立ってされていた中で英国が軍事行動に参加したことと関係があるものとされた G8 サミットへ集まった国際的な注目はおそらく最大限の象徴的な効果のためにテロリストによって増幅されたこの打撃は IOC がロンドンを2012年オリンピック大会の開催地に決定した告知した直後でもあった。以前はサミット参加7カ国の間でフランス、アメリカ合衆国、イギリス、西、ドイツ、日本、イタリア、カナダの順で毎年持ち回り開催されてきた。ロシアが参加するようになってからはイギリスの次にロシアが入り8カ国持ち回りになった。ロシアを含め 前半4カ国が国際連合安全保障理事会の常任理事国であり、後半4カ国はそうではない。1990年代までは開催国の首都などの大都市での開催が多かったが、1990年代末になると、反グローバリズム、アルテルモンディアリスム団体の抵抗運動によるデモが頻発。特に2001年のジェノバでは大規模なデモに見舞われた。 ことから、以降、警備のしやすい、地方都市、保養地での開催が多くなっている。第1回は、フランス、アメリカ、イギリス、西ドイツ、日本、イタリアの6カ国首脳による、G6、第2回から第23回までは6カ国に、カナダを加えた、G7、第24回から第39回までは7カ国に、ロシアを加えた8、西ドイツは1990年に、 ドイツ再統一が起こったため、第十七回からは統一ドイツとして出席している。九百九十八年から二千十三年まで G8 は以下の八名で構成される。第六回はサミット直前に日本国内閣総理大臣大平正義が休止。太平の後継総理は第三十六回衆議院議員総選挙、第十二回参議院議員通常選挙の 中産同日選挙が終了するまで決定されなかったため総理ポスに空白ができた。サミットには代わって外務大臣の大北三郎が出席した。太島議長、近年では G8 メンバー以外にも様々な政治のリーダーが会合に参加している。どの国を招待するかについては基本的にはその時の議長国の判断による。まず国家首脳としての5名である。 2005年から3年連続で参加したが、その後は参加していない。これら5カ国は、王語、アウトリーチ語と呼ばれることもある。特に、メキシコ以外の4カ国は、ブリックス諸国である。ロシアは G8 に参加。次に、国際機関の長として、このうち欧州理事会議長と欧州委員会委員長は EU を代表して、G8 の本会合にも参加する。これ以外に、 経済分野では国際通貨基金専務理事が参加する。2010年6月25日の拡大会合が行われた。その参加国は次の通りである。側近たちが集まって予備会合を持つことがあるが、こちらはシェルパ会議の別名で呼ばれる。サミットが首脳の地位を山頂に例えることが発端となったことになぞらえ、同行者の意味で、随員は、 シェルパと呼ばれる。シェルパは3名で構成されることが決まっており、日本においては、主席シェルパは、経済担当外務審議官、自席2名のうち1人は必ず財務官が務める。日本開催年のほとんどで、衆議院において解散総選挙が行われ、ジンクスになっている、1979年東京の大平正義、1986年東京の中曽根康弘、 1993年東京の宮沢喜一、2000年沖縄の森吉郎。総選挙が行われる理由として、国際的に注目を浴び、イメージが上昇したところで、与党は、選挙をやりたいと考えるからというものが挙げられる。中には2000年のサミットのように衆議院議員の人気満了がその年の9月までだったため、2000年に、 なった時から解散ののの期に関係なくその年の衆院選が確実視されていたたケースもある。ただし、直近2回、2008年北海道東屋湖の福田康夫の年と2016年伊勢島の安倍晋三の年は解散総選挙は行われなかった。サミットにおいて恒例となった写真撮影では首脳の立ち位置は毎回変化しているが、 実はこの立ち位置にはきちんとルールがある。中央に開催国、議長国の首脳を廃止、国家元首、大統領か、否、な、首相かと在任期間の長い順に議長に近い順に、左右に並ぶ、平成年間の日本は、首相の交代が多かったため端に位置することが差は。一方で、比較的在任期間の長かった、中曽根康弘や小泉純一郎、安倍晋三は、 中央付近に並ぶこともある。また、アメリカで開催される場合はこのルールは停止され、議長である、アメリカ大統領との個人的な関係で立ち位置が決まることもあった。日本の総理大臣はサミットに出席すると、ステータスが上がると言われている。このため、総理大臣はサミットに出席することにこだわり、内閣を総辞職したり衆議院を解散したりする前に、サミット だけは出席させよううといい意向が働きやすい一般的にサミット稼働論と言われ、内閣総辞職や衆議院解散の時期を予測する有力な材料となっている。主要国首脳会議がサミットと呼ばれていることから、トップ同士の集まりのことをサミットと形容することがある。例、市町村サミット。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。